こんにちは。こんにちは。今日は、ナイトクルーズの演奏で、エレキギターとアコースティックギターを担当してくださいました、はい、松本紀明さんのお話を伺いたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。このナイトクルーズ全体を通して流れてるのは、こいつとこいつ両方の混同された、形です。はい。で、ちょっとこう、意識が先走っちゃって完成形を思わない、想像できなくてこうだろうだろうつってやって、ちょっとね勇み足を踏んだんで、近藤勇とそうですかすいませんすいません、そんなとこですはい。でこの、途中プップカプップカ言って、サックスのファイヤーさんが、最初のソロを撮ってる時に、はい、ツンツカツンツカっていうシングルトーンっていうんですけど、はい、音を出してるのがこの、エレキですね。面白いですね。面白いかな、はい、面白い、取ってつけたような感じかな。いや面白いですよあんまり後でサックス入るからね、サックスを邪魔しちゃいけない。古いですね。1974年のストラトですね。そうですか、はい、だから30年以上ですね。どのくらい松本さんはこれを弾いてるんですか、うん、何年ぐらい。これをね、33年ぐらい弾いてるのかな。じゃあ作られて割と間もなく、うん、そう間もなく買ったんです。あ、75年にはもう買ってましたから、うん、でも中古で買ったんですよ。はいそうですか、はいはい、今回このナイトクルーズで、うん、まあ、いろいろと試行錯誤があったと思いますが、こんな風にしようとかこんな雰囲気にしようとかいうことがありましたらお話ししてください。いやー、正直出来上がりの形は分かんなかったですから、言われた通りにまずはやろうと。それから、ある程度のそのスタジオでの形ってのは経験から大体分かってるんで、例えば、
アコースティックギターの、ストロークの音が、全体で最終的にはどのぐらいこう、潜るって言うんですけど、潜ってるもんなのか。その、潜りの度合いは、この程度だろうな。だから、この程度弾いとけば、ちょうどこう、うっと顔を出すぐらいの、うん、耳に触るぐらいの音になるんじゃないかとか、そんなことを予測しながらはやってましたけども。ラッキー、松尾さん。いやいや、まだエレキがあるから、今そういうこと言っちゃいけない。今そう言うとドツボが待ってるかもしれない。ちょっとイントロ流してみてください。やってみます。いらないか。いらないか。何が？エレキ。エレキそのものやめちゃうんですか？うんと、アコギは同じことやってるんで、アコギを出せば綺麗かなと思って。全部やらないんですか？いや、そうですね。じゃあ今のイントロだけ。イントロ今撮りました。撮りました。あ、そうするとこうなるだろうって予測のもとに、だからこういう風にこう聞かせどころを作ろうみたいな。そうですね。そうです、そうです。そしたら本当はこの編集で何かこういう風にしてほしいっていうことが本当はいろいろあったわけなんですか？その昔の、スタジオミュージシャンって言いますか、には、譜面指定っていうのがかなり細かく ありましてね。で、もちろんそのおたまじゃくしで指定されたり、することもあったり、うん、弱くとか強くとかもういろんなこと書いてあったんですけど、ある時からもうなくなりましてね、そういうのが。その、本人に任せると。例えばギターはギタリストに任せると。そういう形になってきたんで。それは音楽のスタイルが変化したとかいうことではなくて。そうですね。ですから、アレンジャー自体がですね、ヘッドアレンジって言うんですけど、そのスタジオで、セッションで、もうその時点で生まれてくる、音に、こう、変化をつけていこうという、うん、ヘッドアレンジ主体になってきたんですね。だから、で、あと、スタジオ機材も、後でどうにでもいじれるようになってきまして、昔っていうのは、撮ったら撮りっぱなし。で、一番最初の頃はもう4チャンネルしかない。そうですよね。4つしかない。で、歌と、コーラスと、じゃあ、後の2つ、残った2つで全部のオケを、こう、撮っちゃおうと。そうすると最初からここでは強く弾いてほしいとか、そう、後からその修正っていうのはできないですから、うん、で今はもうすごい世界ですから、ですからある程度の音量で取っとけば後でどうにでもしてくださいという、はい、オペレーター任せでその大きくとか小さくとかいろいろな指示のあった楽譜っていうのは何年ぐらい前とか、あるいは何年代ぐらいまで？昭和ですね。昭和のね、もう最後、平成に変わる頃にはもう、二つの世界がありましたね。はあ、一つの世界はもうそういう、まあ、いわば演歌が多かったですね。じゃあ、せーので一発撮りをするような感じなんですか？そうですね。しかも皆さん間違えない。すごい、じゃあ松本さんもかなり工夫してこう研究したり練習したりして
望むっていう感じだったんですか。いや、失敗して失敗して失敗してっていう連続でした。はあ、はい、その昔はね。そうですか。はい、それは大変そうですね。大変ですよ。今でも大変なのは、その劇伴っていう、劇の伴奏をする、バンドですね。それはじゃあ、ステージの上に乗って演奏する場合もあるし。もちろんそうです。で、そのステージに乗って演奏する曲がですね、劇中歌というものを、書いてくる人がいるんです。はあ、でそれができない。本番前に。で、できたっていう面持ってきて。で、その劇ですね。当日です。当日です。で、見て、やる。でも、舞台暗いですよね。暗いです。譜面見えない。まあもちろんその、オーケストラピットみたいなのは、あるから、譜面は見えますけども、そうそうね、そうそう、そうですよね、当日持ってきても。音楽的にそれがいいかっつうという、まあ、たとえ間違ってなくても私はいいとは思いませんけれども、劇版っていうのは今でもあるみたいです。うん、それはやっぱりそういう習慣だからそれが続いてるっていうことなんですかね。そうでしょうね。あとは、コンピューターの打ち込みとかが、もう当たり前になって、録音が当たり前になってからは、劇も、録音を使ってることが多いですけど、基本的にでもミュージカルっていうのは、生のバンドを使ってやります。うん、じゃあこれからも、急に楽譜が来て。いや、僕もうやりません。あ、やらなくなったんですか。嫌です。そうですか。胃に悪い。そうですよね。本番なのに、急に楽譜渡されても、どうにかなるってならないこともありますよね。そうなんですよ。やっぱりね、で、単価は10年前と変わってないですから、劇のバンドマンの人たちは、割と、発給でやってます。そうですか。ちょっとお気の毒な。そうなんです。そう。胃が痛くなる上に。バンドマン愛しを語らせたら、なかなか私は語りますけどもね。楽しい思いをしたことが、なかなか少ない。そうですか。金銭的には。はい。この感想の2段目の A マイナーですけど、はい、これ複雑にしてます、うん、そうでもないです。ナインス入ってる。ナインスが入ってると、抜きましょうか。ラドミソシ。シの音が。こんなふうになってます。そこね、サックスがそのシャープ吹くんですよ。ははは。だから、Aマイナーな、で、だから単純な A マイナーの方がいい。そう、それから今マイナーメジャーですか。ラドミソのシャープ、でも単純にマイナーでもいいですよ。じゃあ、Aマイナーメジャー7にしときましょう、ね。はい、はい、はい。すいません、じゃあもう一回。はい、お願いします。松本さんとのこのギターの出会いは幸せなものだったわけですか？あ、まあ、まあ音楽自体はもう非常にそれだけで幸せなものですから、もう音楽に携わってるっていうことだけで満足して生きていかなければいけないと。あとは税金が払えればいいと。この松本さんとのギターの出会いってのは
いつ頃だったんですか？中学2年の時に、質屋さんに行って。それはあの、2000円の。こっそり、親に黙って、うん。まあ、黙ってましたね。その質屋さんに行けばギターが手に入るっていうのはもう子供の頃から知ってたっていうことだ、うん、だから学校の往復で、こう、あの、ぶら下がってんのを見てましたから。通学路にあるんですね。通学路に質屋さんがあって。そこにフォークギターが意外と安い何とか買えるかなっていうで買ったんですけどね。それは当然お年玉を貯金しておくとかそういうことですね。まあそんなことでしょう。忘れちゃいましたけどね。それで、本格的に買ってやり始めたのは高校です。高校の軽音楽部っていうところに。じゃあ中学の時はちょっと家で弾いてみたりっていう感じとか、飾って満足したりとか。そうです、そうです。いや、飾って満足ではないですけど、なんか、ボロボロンとこう、弾いてみて、で、いい響きだって、これは革命ではないかぐらい、いい響きだって、で、友達を呼びましてね、で、ちょっと、ドロドロン、どうだこの悲しい響き、素晴らしいだろ。あ、それ Am っていうコードなんだよって言われこれ Am っていうの。あまり面白くないですね。そうなん。まあ、そういう、そこら辺から始まってますね。ああ、うん。でも最初は、この、何かこのテキストを見て覚えるとかではなくて、自分で音を聞いて、こういうのがいいんじゃないか、ああいうのがいいんじゃないかっていう風にして始めたわけなんですね。はい。で、すぐその平凡とか明星とか、まあフォークソングなんですけど、僕の場合は、雑誌に書いてある行動表と、歌本ですね。そうね。で、歌い始めましたね。ヤングギターとか、ガッツとか、そういう雑誌です。で、高校に入ってこう、活動して発表するようになったら、またいろいろと弾き方で変わったとか、はい、何かいろいろあるんですか？もう弾き方はもうずっと変わっています。普段はどんな練習とかはしてるんですか？ギターはね、一日握らないってことはないんですよ。なんかの仕事で握ってますから、それが練習になってんのかな？ただあの、なんて言うんですか、年取ってからは、右手と左手のその、ストレッチ、それはもう毎日必ずやってます。ああ、そちらの方ですね。筋肉とか。もう動かなくなっちゃうから。それは何かこう、こういうふうにやればいいっていうやり方とかあるんですか？でも自分がこう、気持ちよく伸ばせるようにみたいな。自分が気持ちよくです。あとは、そうですね、これもそうなんですけど、痛くなるんですよね、ずっと、長時間ギター弾いてると。で、痛くならないように、あらかじめ、それから痛くなったとこを、終わった後で、ツボになってますね、そういう場所はやっぱり、ツボだと思います、きっと。なんかこれからギターを始める人とか、上手になりたい人のアドバイスをお願いします。松本さんとかは、こう、ね、ギター上手くなるために何か一生懸命やってたことはあるんですか？まあ、結論先に言いますとね、私、ギター道場を開いてんですよ。ですから、上手くなりたい人は、私の道場に来てください。松本ギター道場にぜひお越しください。きっと上手くなります。はい。それでは、松本さんの、今やってらっしゃる活動について、はい、ご紹介いただきたいと思います。自身の、トリオを組んでおりましてね、月に1回、池袋のサニースポットっていう、ライブバーで、ライブをやっております。メイトと言います。これはですね、MATO で、調べますと YouTube にも何曲かは載っています。で、今回、仕事で
一緒になった松藤和秀さんが、パーカッションで一緒にやってます。で、加藤実っていう、マイキーボードと、で、私と3人でやってます。これはずっと、続けてるんで、毎月1回は、やってますから。はい、詳しくは、はい、サニースポットさんの、ホームページとかで、そうですね、お知らせがあります。それでは松本さん、今後の抱負とかについて。抱負ですか。やっぱり、どこまで続けていけるかっていう、ことですね。うん、ですから、ずっと、続けていきたいので、続けていくことプラス、来年は今よりギターが上手くなってるという、もっともっと上手くギターを弾きたい、いいギターを弾きたいっていう、それは抱負ですね、ずっと。来年はもっといいギターを弾きたいっていうのは、それは毎年毎年？毎年毎年です。ですからね、去年より今年の方が、もうつまんないことですよ。フレーズの一つ二つを覚えたとか、弾けるようになったとか、そういうことなんですけどね。はい。うん。それがもう毎年毎年。積み重ねていったら楽しいんじゃないですかね。そうですよね。うん、それ、まだ今後も20年か30年積み重なっていったら。そうですね。すごいですね。まあ、80まではやりたいなと思ってるんですよね。80までやってた、ミュージシャンって割と多いんですよ。あ、そうなんですか。多いんですよ。死ぬ直前までギター弾いてるって。いや、松本さん、じゃあ100まで生きるとしたら死ぬ直前の90何歳かまで。いやー、私はね、やっぱりいろんな無茶もしてますからね、まあ、せいぜい生きて99なんですかと思うんですけどね。はい、じゃあ、せいぜい生きて99歳だから、はいはい、まあ、98ぐらいまで弾き続けるだろうということで。そういうことですね。はい。はい、じゃあ、また、こちらのライブの方も、また楽しみにしてます。はいはい。今日は、ギタリストの松本紀明さんのお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。